マグカップに入ったコラカオコラカオはスペインバルセロナに本社を置く食品製造グループヌトレスパが栄養ドリンクとして販売している粉末状チョコレート飲料原材料はカカオコーラビタミンカルシウムリン鉄分など世界数カ国で販売されている1946年より生産が始まった1950年代には当時のラジオで流れた コマーシャルソング、黒人少年の歌、またはコラカオの歌の効果で理想的な朝食と感触というキャッチコピーとともにスペイン中に広まった。スペインにテレビが普及し始めた1962年には最初のコマーシャルを放映しており、コマーシャルソングの歌詞に合わせたアニメーション画像を流した。1972年にはミュンヘンオリンピックのスポンサー企業になったため、 コラカオがオリンピック公式食品となった。1981年にチリのサンティアゴに工場が設立された。1989年には中国の天津に工場が建設され、こう、ダカという中国語名で製造販売が始まった。1992年のバルセロナオリンピックにて再びオリンピック公式食品となった。日本では1990年に 森永製菓を通してコラカオとして販売された。当時のアイドルココがコマーシャルに出演するなどしたが、その後日本市場から撤退した。しかし2007年よりコーラカオチョコレートロールケーキとして中国工場で製造されたものが日本に出回るようになっている。コラカオの歌はコマーシャルソングといっても2番まである長い曲で、プロモーション用のレコードが配布されたこともある。 スペインで育ったものにとっては日本でいうところの懐かしのコマソンであるため、1990年代にはスペインのカラオケのレーザーディスクにも入っており、2008年現在も一般人のパーティーや飲み会の余興で歌われその様子が YouTube などにも投稿されている。また2003年度ユーロジュニアのスペイン代表5名から、なるグループ3プラス2のカバーバージョンは2004年リリースのアルバム、 ギランドシンパラルに収められている。パッケージデザインの一つとして、歌詞にある熱帯アフリカでの収穫を描いたものが使われ続けている。ヌトレスパシャは、クレヨンしんちゃんとタイアップしており、2008年1月から4月まで、カナリア諸島やバレアレス諸島を含むスペイン全域で、2008年しんちゃん、プロモーションを行っている。コラカオや姉妹商品のノシジャチョコレートスプレットの、 パッケージにクレヨンしんちゃんを用い、しんちゃんグッズがプレゼントされる。形状としては、ネスレ日本社が販売する爆買飲料ミロや、ネスレ USA 社がアメリカで販売する粉末チョコレートネスクイックに近い。ホットチョコレートに比べるとドロッとしており、しばしば熱いプリンと称される。スプーンを使って飲むことが多い。またシリアルのトッピングや焼き菓子の材料にも使用できる。 コラカオは熱い牛乳と混ぜるのが一般的だが、冷たい牛乳、湯、水と混ぜて飲むこともできる。ヨーロッパ市場ではそのまま飲めるスポーツドリンクタイプも販売されている。スペインでは朝昼晩を問わず飲むものであり、特に1日5回の食事のうち朝食と間食向きだと言われる。家庭で作って飲むだけでなく、大抵どこのバールでも注文できる。 バールやホテルでは熱い牛乳と混ぜたものが出される。この類の飲料においてはスペインで最も人気のあるブランドである。容器は黄色に赤い蓋でインスタントコーヒー容器に似た瓶入りであるが、スポーツドリンクの瓶入り、数百グラムの袋入り、粉末スープのように一回分ずつパッケージされたものなどがある。また国によって多少販売商品が異なる。 カオ株式会社は1981年出願の登録商標160万4461号でカオを登録し、この商標の連合商標としてココアを含む飲料商品における商標、カオを1987年8月20日に出願し、1990年1月30日に登録された。一方、 ヌトレスパシャはすでに1978年8月16日に同分野における登録商標コラカオとコーラカオを出願していたが審査に落ち続けていた。これは原材料がコーラであってもココア遠料にコーラという名前が用いられているためコーラがどこまで商品名の一部として使用されるか、つまり品質表示の部分と名前の部分が分離し、 コーラを省略して顔だけが用いられる可能性はないか、顔は顔との混乱を生じるのではないか、という懸案があったためである。1991年にヌトレスパ社は類似名であるとして、コーラ顔の商標登録が遅れている、原因の源である顔が先に審査を終え、登録許可されているのは商標法第8条類似の商標について異なった日に2以上の、 商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができるなどに反するとして、顔の商標登録無効審判を請求した。審判は1996年1月5日に下ったが、すでに1993年8月31日に、コラ顔とコーラ顔が共に商標登録されており、 また特許庁審判官は、コラと、顔は、ひとまとまりで、コラ顔と称されるのが普通であるため、顔とは混同しないという見解により、顔の登録無効を認めなかった。同年、ヌトレスパ社は、特許庁が、コラ顔の故障の認定を誤って登録が遅れたので、あるから、特許庁の新決を不服として取り消す訴えを、東京高等裁判所にて起こした。高等裁判所は、 コーラとカオの間に、スペースが存在する以上カオという故障が生まれる、可能性があること、また品質を表示する部分と分離して、カオが一人歩きする、可能性があることは否めず、特許庁の審査姿勢、審判は正当であるとした。しかしカタカナのコラカオは、間が均等に空いており、コーラカオのアルファベット表記も、顔だけを強調するものではなく、またコラカオも、 コーラカオも短く発音が容易な名称であるため、実際、コーラカオがカオと呼ばれる可能性は低く、カオとの混乱はないという特許庁の審判内容も認めている。そしてコーラカオとカオとは別物であって混乱しないので、あるから、コーラカオとカオが類似しているためにカオの商標を無効にすべきという請求理由は存在しない、とした。よって1997年7月9日、 高等祭は、ヌトレスパ社の申し立てには、理由がないとして帰却した第71号。ありがとうございます。